桜井小安神社主水社桜井小安神社は、千葉県旭市にある神社。この花桜姫命,命、いざなぎの命、いざなみ命を、祭神とする。当神社は、宮司を務める、上代課の本務社である、左右大臣の境会社として、桜井の地に鎮座しており、ご祭神に、この花桜姫命,命、いざなぎの命、いざなみ命を、捧ぐ人士しております。 感情の年月はつまびらかではありませんが、極めて古くにこの地に祀られました。古来あたり神社はお祭りしているご祭人からもお分かりの通り両縁を求める人々の縁結びのご利益、出産はもちろんなかなか小宝に恵まれない婦人の新人祝願があれば、顕著な霊言があるとして、遠くからも陸族と参拝者があり、上代号桜井の小安様と尊称されていました。 また、古くは、桜井小安大臣と呼ばれております。区限によれば、当社の赤間紐は、男女の縁は元より親子の縁をもつなぐと言われ、良縁を望む史女、子宝に恵まれない夫人は、海中に抱くことによりその願いが叶うと伝えられています。後に時間とともに、この赤間紐は、良縁、子宝安算の他にも健康、学業、海運等のご利益もあるとお守りとして、 人々に大切にされております。また、当神社の鎮座します地域は、新葬祭を行う過程もあるということから、命を授かり誕生し、753を経て、成長の過程での儀礼、役払い、健康長寿の祈願、そして実り合った一生を締めくくる、新葬祭と、小安様は、人の一生を見守ってくださる神様としても大変、と,とばれております。ご神木 長寿社、社殿、石碑、社務所がある。1月1日祭短祭、毎月1日、15日月次祭9月し、震災11月0祭 JR 総武本線、朝日駅バス停1万歳小学校下車徒歩11分、桜井小安神社。ありがとうございます。